美人で知的、落ち着いたトーンでのナレーションが人気だった島津百合子、島津百合子さんが退局してから、島津ロスに陥った方も多いと聞きます。そこで今回は島津さんが医師の夢を叶えるために入学した大学はどこなのか？NHK 対局を決断した理由や現在の生活についてを調べてみましたので紹介します。目次、島津百合子が入学した医学部はどこ？東海大学って本当？島津百合子は医師を目指し NHK を対局。島津百合子の現在は？島津百合子が入学した医学部はどこ？東海大学って本当？長年勤めた NHK を退局し晴れ帝大生となった島津百合子さんですが、一体どこの大学へ入学したのか気になりますよね。本人からの公表はないものの、報道では2018年10月から医大生とありますので、この条件で調べてみると東海大学医学部が候補に上がるようです。島津さんは今回、大学卒業者を対象とした編入学という形を取られたようですね。一見無謀にも思える医学部への入学ですが、実は島津さんの出身大学は東京大学。もともととても頭が良い方ですので、医師を志したのも自然な流れと言えるかもしれません。自身のツイッターのプロフィール欄には、医師を目指して大学で勉強することにしました。うまくいくかわからないけれど、楽しみながら精一杯頑張ります、と記されていました。大学での勉強はもちろん、医師になった後の道のりも辛く厳しいであると想像できますが、自身の夢を叶えるために進んでいくことは素敵なことです。夢の実現へ向けて頑張ってほしいですね。島津百合子は医師を目指し NHK を退局。東京大学経済学部を卒業後、NHK へ入局し地デジ大使やアメリカ総局で勤務するなど華々しい活躍をしてきた島津さん。2018年9月19日付で電撃退局したことが発表された時には大きな話題となりました。またその理由も誰もが予想していなかったことでしたよね。対局後には医師を目指して大学で勉強することにいたしましたと表明。5月に番組で紹介した神谷美恵子の著書生きがいについてを読んでいるうちに、自分の内面と向き合い、幼い頃からの思いを可能かな得るべきではないかと思うようになりましたと決断に至った経緯を明かした。引用元、NHK 島津百合子アナが対局、医師目指し大学で勉強、朝日新聞。夢への後押しをした本、生きがいについては、神谷美恵子さんという精神科医がハンセン病患者への取材をもとに書いた本です。人生を変えるほどの本に出会った島津さんは当時44歳という年齢でこれまで積み上げてきたキャリアを手放し、医師を目指し一から勉強を始めることになります。このことについて、ネット上では様々な意見が飛び交いました。島津アナが NHK 対局、医師を目視というニュースに驚きました。まだお子さんが小さくて育児や家事も忙しいと思いますが、新しい目標を立て、果敢に挑む姿勢に感服。尊敬します。何かを目指したり新しく始めたりするとき、年齢や立場など諸々の条件は関係ない。乗り越えていくべきなんだと思いました。極東爆音愛好会第2師団長、アットマーク極東アンダーバー爆音、セプテンバー28、2018。確かに今から大学で学んで医師になる頃には50代に突入することを考えると、決断が遅すぎたのではないかと言われるのも仕方ない気がします。ですが夢を追うのに年齢は関係ないですし、陰ながら応援しているファンもたくさんいますので世間の声に負けないで突き進んでいってほしいですね。島津百合子の現在は？
島津さんが現在どのような生活を送っているのか気になりますよね。対局後はもうその姿を見ることができないと思われたのですが、調べてみると今でも時々各地に赴いて司会業やアナウンサー業などをされているようです。また島津さんはツイッターのアカウントを開設し、その日にあったことや NHK の番組情報などを発信しています。その中にはアナウンサー時代にはなかなか難しかったであろう旅行を楽しんでいたりと、勉強だけではなくプライベートの様子まで投稿されていて、ファンにはたまらないツールとなっています。第二の人生はまだまだ始まったばかりです。家事や子育てに勉強もするとなると、とてつもなく忙しい日々を送っていることと思いますが、島津さんが夢を叶える日を待つファンは大勢いますので、嬉しい報告が聞ける日を楽しみに待ちたいですね。